こんにちは、ページボーイのひなつです。ディレクターの本田です。今日はピザハットコラボのロンティーご紹介したいと思います。ということでですね、もうちょうど今ウェブの方で予約販売開始している今話題のピザハットコラボになるんですが、今回はですね、ページボーイのプレスの私とディレクターの本田さんがもう一番おすすめしたいアイテムを2つずつ選んでるのでご紹介したいと思います。で、今回それがですね、特に売りとかもう一切関係なく、もう本当にここの2人が一番好きなロンティーでご紹介したいと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では行ってみよう。ではまず本田さんから2つご紹介してもらいたいと思います。で、私のおすすめしたいのはまずこちらです。テリプルロンティです。はい、もうね、これね、私もね、実はめちゃくちゃいつもお気に入りのアイテムです。これなんですけれども、ピザハットさんのおすすめの人気メニューのテリマヨチキンと特うまプルコギの人気メニューの対決っていうのをイメージしてグラフィックを起こしてもらいました。で、これなんですけれども、人気メニューを擬人化してちょっと戦わせてみてるみたいな、ちょっと遊び心があるグラフィックなんですけど、実際ピザハットさんと商談しながらどのメニューを戦わせたらいいかなっていうのを一緒に考えた商品になるので、これちょっと思い入れもあってすごいおすすめしたい商品になります。あと私からちょっと一言言わせていただくと、これ袖のところにもこれ入ってるんですよ。左袖が韓国語で入ってて、こっちがこのテリマヨチキン直火焼きってローマ字で入ってて、これもちょっとポイントで遊び心あって、いやもうほんとかわいい。これは私はもう白押しですね、こちら。本田さんは？私も白だわ。やっぱそうなりますよね。本当。この必勝客っていうのが中国語でピザハットらしい。へえ。あ、そうなんですね。なので結構いろんな国を混ぜたロンティーになってます。いや本当可愛いこれ。では2つ目がこちらです。トリセツになります。で、これグラフィックなんですけれども、ピザを作ってる過程をこうトリセツ風に書いてるんですけど、ピザを食べるために作ってるんじゃなくてダンベルとしてエクササイズで使うよみたいな、ちょっとユーモア入れたようなグラフィックにしてます。で、今回このグラフィックをイラストレーターの小川さんっていう方に書き起こしてもらって、で小川さん自体のそのグラフィックがこういうちょっとゆるキャラみたいなゆるいタッチですごい可愛らしいグラフィック描く方なので、こういうちょっとユーモアあるテーマとちょうどマッチしてるなっていうので、結構お気に入りの一つになってます。このポップな感じすごい可愛いですよね。こういうイラストいろいろあると思うんですけど、こういうちょっと漫画というか、なんかそういうちょっとコミカルな感じっていうのはすごい私は個人的にお気に入りになってます。で、表もこれピザハットさんがデリバリー用のバイクをデザインしてもらって、でここに一つのポイントとして出してます。では次、私から2つご紹介したいと思います。でも実際本田さんが選んでいただいたものが実は私も一番お気に入りで、それ以外でってなると私の一番のおすすめ2個ご紹介しますね。じゃあまず1つ目からいきたいと思います。1つ目がじゃじゃん、ピザフォトになります。こちらのピザフォトなんですけれども、まずここのフロント部分にしっかりこのピザのことですね、これ実際に撮影してきたもうリアルな本物のものになってます。そう、わざわざこれのロンティーのために実際に撮ってきた写真になってます。で、これだともうそのまま着てもコミカルな感じっていうよりはもう普通におしゃれに着れるようなロンティーっていうところもポイントですし、あと個人的には私これ黒押しになっております。これ実際撮影した時もピザハットさん側のもうピザ作る職人さんとかが来てくださって、で実際作ってもらってすごい思い入れあります。私も行きたかったその撮影。楽しかった。後ろはピザのこの形を彩ったこうもの影的なものに上にロゴを入れてるっていう感じなんですけれども、後ろは結構シンプルで前の方がすごくデザインインパクトがあるっていうようなグラフィックになってます。本田さんどっちの色がいいですか？私も黒な。本当これ合わせてないんですよ。毎回合わせてないんですけど結局被るんですよね。ここ好きなもの。いや本当はい、相性いいです。では2つ目私からご紹介します。2つ目はこちら、じゃじゃん、チーズキャットになります。こちらですね、名前の通りでここの右胸のところにこのピザキャットっていうイラスト書いてあるんですけども、こちらが、ピザハットさんのオリジナルキャラクターになっております。でこちらですね、こう後ろとかを見ていただくと分かるんですけど、この猫のイラスト入ってるかつちょっとこのストリートっぽいこのデザイン感がすごい好きで、なので私はこちらをおすすめしたいと思います。このストリートっぽい感じのペンキみたいな感じのは、これチーズを散りばめてるようなイメージをしてるので、そのチーズとピザキャットをコラボしたようなグラフィックにしてます。なのでチーズキャットという名前になってます。これ色ね、私ね黒なんですよ。これ私白なんですよ。おー違う。ここはあれですね、ちょっと逆に珍しいですね。ということで、ページボーイのプレス姫津とディレクターの本田さんがおすすめロンティーご紹介してきました。どうですかね皆さん。いやもう本当にこれ可愛いの多すぎて、これから楽しみに待っていただきたいんですが、今予約販売ももちろん開催してますので、もしもう今すぐちょっともう予約したいっていう方でしたら、下の URL からちょっと概要欄から飛んでもらえたらなと思います。ではまた、バイバイ。